やほこんにちは、さひこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は TWICE の Wonderful Day という楽曲を皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。こちらが TWICE のドーナツのリリースを記念して YouTube にて行った発売記念イベントのパフォーマンス映像をプレイバックということでございます。公式からね、このスペシャルステージの映像が上がってるので、はい、楽しみ。なんか今さなちゃんやってたよね、なんかね。かわいい。イルミネーション、やあついちゃん。ねえ、もうみなちゃんの声もほんと優しいというか、なんか冬声だよね、彼女って。冬に本領発揮されるよね。寂しくなるから、かわいい。サナちゃん、最近の私サナちゃんの歌のトーン好きなんですよね。あれだね、この曲はももちゃんはあれかな、以前ももちゃんが誕生日の時にね出した動画を私がリアクションしたものがあるんですけど、その時使ってたちょっと儚い系のトーンっていうのとはまたちょっと違うトーンを使われていますね。割とこう今までの TWICE としてこう活動してきた特徴的な音だよねって言われてきたももちゃんの声質っていうところかな。こう本人のこの声帯の圧着加減ですね、音の響かせ加減でだいぶ音質ってやっぱ変わるので、あのバラードを歌ってた時のちょっと息漏れ混じりのね、ああいうトーンとはまたちょっと違いますよね。マジダヒョンはダヒョンなのよ、マジで。ほんと可愛いね、ほんとお茶目よ。ミナとジヒョウが両脇でこう支えてる感じね。いやーもうほんとさ、チェヨンいいよね、声ね。タッタンタッタッタ、かわいいよね。このさ、たまにナヨンこれやるよね。上からバツンと音取るんですけど、なんかブラックピンクがやるようないかつさとかが全然ないんだよね。チャ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 って取るところ、このチャってこう上から取るところが、うん、そうですね。声質自体が結構可愛い音質使われてるので、上から取るって結構いかつくなるようなイメージが私の中ではあったんですけど、ナヨンが歌うとそこまでいかつく聞こえてこないっていうのは面白いよね。これがもうちょっとこう共鳴が低いところにあるような人とかだと少しかっこいい系の音になるっていうね。うん、願いは、ここのがのとこ好きだな。なんてしゃくるのね、ここね。でもなんか普通にしゃくってるように聞こえないのが面白い。雪に願いを、うん、これあれだね、多分勢いをつけることによって願いっていうこういうちょっとはっていう音が入るんですね。うん、ちょっとボッって音聞こえません？これ空気の音だと思うんですけど。この曲、世界に優しさと、世界に優しいって
ってこうやってなんか2回上から撮るということをしておりますね。メロディーも相まってか、結構上から撮らないと歌いにくくないこの曲っていうようなニュアンスがあるので、やっぱここの処理の仕方すごくうまいなと思いますね。ワンスって言ったの今。これ素敵ね。Wonderful day。 わーお、素敵。なってやってるじゃん。めっちゃ可愛いんだけど。なよん姉さん、笑顔爆発。もう何なの本当に。やっぱりちょっとね、音の処理の仕方変わった気がするな、さなちゃんは。使い方がめちゃくちゃこう逆方向の2人というかね、面白いですね。もう何かやるのね、映るとね、絶対ね、ダヒョンは。もうチェヨンは本当に何をやらせてもなんか優等生な子な気がするんだけど、そんなことない？またちょっとナヨン姉さんとは違う深さのある音がね、いいですよね。ところで奥に入るんですよね、ぐっと下の方にね。星に願いをって、ちょっとこう下の方に潜るというか、共鳴がね、あんまりこううーっていかないのがこのジヒョンの特徴ですよね。なあ、ヨン姉さんは何を笑ってるのよ、ちょっと。めちゃくちゃ笑っとるやん。スノーっていうのが笑えるの？何なの？サナちゃん、かわいい。もう何？私、サナ推しなのね。何なの？なよ姉さんは上に行けば行くほど結構声質がきつくなっていくようなタイプなので、声のとんがり方的なところですよね、全然違いますよね。ってこういう音取りをしてますね。ね、なんか落とさせたら皆様なのよ。はい、もうこの曲調がぐっと変わるね、ここを落とさせたらもう皆様なのよ。ちひょ姉さんがいいんだ。素敵。マジさ、ダヒョン最高なんだけど。いやもうさ、端二人笑ってるじゃん、もうね、これはもうやばいよね、やられたらね。最高だね。
なよん姉さんのサビいいな。ここ好き。世界に優しさと、かわいいこれ。マジジングル。言ってますね後ろでね。おー、なよん姉さん。やだ、みなちゃん素敵、その声。かわいいねここね。本当にもう遊ぶんだからダヒョンは。かわいいわ、もう本当に。あーのんきよ。でやっぱりミナちゃんこういうウィンター系の歌は強いな。ウィンターボイスだもん。ウィンターボイス勝手に言ってるだけなんですけど、うん、すいませんね。とにかくすごい可愛い曲だった。メロディーはさ、こう結構めちゃくちゃクリスマスな感じで、歌い方も結構こうなんだろう、ポンポン跳ねるような歌い方もあったりして、すごいこう軽い雰囲気で歌っててね、うん、聞きやすかったですね。ワンダフルデーは舞い散る雪にこの届かない思い、叶わない願いをどうか叶えてとお願いする乙女心を歌ったウィンターソング。うん、なるほどね。その乙女心がしっかり出てますね。うん、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいでございます。ダヒョン姉さん最高でした。お疲れ様でした。